皆さんこんにちは中島奈美塾塾長 NPO 法人クロアプリ次長の中島です、えー、今回はですね,ね読書対談は読書というか、えー、紙かデジタルかということについて、えー、白黒先生といろいろと話をしていきたいと思います白黒先生お願いしますはいよろしくお願いしますはい 紙かデジタルか。はい、まあ、これはれですね、どっちがいいとかっていうよりは、まあ、どっちもいい部分があるよね、うんうん、みたいな感じで話していければいいかな、っていうふうには思っておりますが。そうですね。どう使い分けるかみたいな感じですよね。ああ、そうですね。うんうんうん。うんうん、まあ、ぶっちゃけですけど、白黒先生はどっち派ですかいきなりですけど。はい。いやー、まあ、しかしね、うん、まあ、どちらかというと、紙の方が好きなんですが、うん、まあ、でも、うーん、 割合的に言ったら、そうですね。まあ、ああ、でもそっか。まあ、ほまあ、じゃあ、読書っていうことで言うと、うん、うん、まあ、自分割合7、3ぐらいですかね。紙が7、デジタル3ぐらいの割合で読んでる気がしますね。うーん。で、どうですか、割合とか。たぶん、今だと、うんはい、今、うんと、まあ、今年とかっていう、ちょっと広げていくと、<laughs> はい。 たぶん100ぐらいですね。あ神さんのデジタル7ですか。っていうのは、ずっと読書ログ上げてまして。読書論文あ,あ、ログ。あ、ログはいはい,、はい、はいはい。で、それはもうほとんどアマゾンプライムから引っ張ってきてて、は、うん、はい、はいえと今だから200ちょいぐらい上げてるんですよね。ほう うん、なのでそういうのでいくと紙の方が好きなんだけども、うん、実際に使ってまあ読んだっていうのでいくと、はい、デジタルの方が今多いかなっていう。<笑><笑>なるほどなるほど。あれですねえー、っと結局そのいつものこの、まあ、読書対談とかしてるのに、うん、えっと自分がこのね勉強用にインプットとして読書しようと思ったら。うん これ、まあ、最近気がついて面白いなと思ってるんですけどね、あの紙の本を読んでるときは、自分 iPad にメモしてるんですよ。そうですよね。うん。うで,でね、であの逆に、Kindle とかで本を読んでるときは、紙のノートにメモしてるんですよ。ああなるほど、面白い。 あのね、画面2分割とかしたら狭くなるの嫌やからかって,てった2台並べてやるのもなんかちょっと変な感じがして。確確かかかににだからってなるとあれかなと思ってその、まあ、どっちで読むかもそうだけど何に記録したいかによって多分読みたい媒体変わってきてるのかなっていう気もしてます自分の中で,で。ああその発想はなかった。うん、なんかそういう感じでした今冷静にね振り返ってみると。 えじゃあちょっと教えていただきたいのが、じゃあそのメモっていうのは、はいはい、特にその、はい、うんと専用のメモみたいなのはない、え違うデジタルとアナログ、どっちもあるっていう感じですかえっとね、メモ、そうですね。で、えっ、ー、と、あそうだ、そして、そうか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 。えっ、ー、と、あれですね、まあ読書対談のやつは、えアイパッドにメモしたい。 っていうのがあったなるほど、うん、だからそれはなんか要するに紙媒体の本を読むことになる。でえー、っとそうだな。でまああとね道徳系の本あのがっつり勉強しますけど、うん、やっぱそれも紙媒体になっちゃいますね。なあ違いは何なんだろうな。ああけどそっか。うん えちょっと待ってくださいあの道徳系だったら、神々になるってことですか道徳系は、そう、神々になってるパターンが多いっていうか、神々ですね、神々ですね。今、入ってこられた方、神々ですね、何言ってるんだよって感じですけど、紙の本を読んで、紙にメモをするっていう感じですね。 ああ、なるほど。ちなみに中島の場合だと、メモは基本紙で取っているので、どっちにしよ、はい、デジタルの時も紙出す。あの、あれいや、けど別にそんなことないか。あ、面白い。こうやっても、こうかって自己分析すると気づきが多いですね。はい、うん。だから、そうそう。これ、面白いですよね。デジタル、デジタル。デジタル、デジタルはあんまりないな。 デジタル紙と紙紙が多いなっていうのがうん、うん、一段階の今の気づきですね。そう、たぶんそれってあの物理的な話ですよね。要は iPad2 台うちにないなっていうのが中島の場合はあって。<laughs> <laughs> だから1台で iPhone とかスマホで読むにはやっぱり大きな画面で読みたいし。ってなると必然的にいや、ただけどそうだな面白い。 そうですね。基本中島はやっぱり紙でメモが多いし、今はあんまり保存してないので、うん、必要に応じては写真撮ったりはするけど、はいはい、そうですね。あ、そっか。だから紙かデジタルかっていうふうになった時に、まあ、読者としては、はいえー、読むもの、 のデジタルもあれば、はい、アウトプット用のメモの紙かデジタルかっていうのもやっぱ出てくるんだ。はいはい、そうなりますね。で、ってなったら、時に、うん、で、そしてそうだね。アウトプット紙かデジタルかは、これは非常に悩みますね。どっちがいいかっていうのはね。うーんとね。うん。やっぱり、でも自分もやっぱり紙の方が好きだったりするんですけど、うん。あの、 デジタル、まあ、iPad でさえ、やはりね、この0.0何秒とかだと思うんですけど、若干遅延がある気がしてて。えそれは Apple Pencil 使っててってこと ?Apple Pencil ですよ。Apple Pencil だけど。え、すごい !Apple Pencil で遅延を感じるってすごいっすね。<laughs> いや、もうな、あの、この間、 のね、自分、授業力、学級経営力っていう雑誌を出してもらったんですけど、<laughs> うん、やっぱりね、自分、字が一番その中でも汚いんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> いや、あんだけ、だってもう大御所ですよ。うん、<laughs> いや、<laughs> 写真の並び怖いわって思ったん <laughs> で怖い <laughs> ありがとうございます。<laughs> いやちょっとねあのね、毎回そうなんですけど、自分の思考速度にこう字が <laughs>。 か手が追いつかない,いああまあまあ、その感覚はよく分かりますから、ね。感じで、そしたら、やっぱ iPad の方がより追いつかないなっていう感じがあるん、ね。うんそう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 。で、ただ、やっぱりでも、最近は慣れてきたから、iPad で書いてると、うん、あの、えっ、ー、とね、一回書いたやつを縮小できたりするのが、さ言ってて、えー、縮小したら、またそこに図書き足せるなっていうのは気に入ってるんですけどね。 <laughs> あとなんトリミングして移動できるっていうのが、うん、大きいなと思って、結構ね、バラバラ,バラに書いちゃう。あはいはい、あの、サイズってどのくらいですか、はい、iPad。大きい方、はい、中くらいのほう、ちっちゃいほう。えっ、ー、と、エアー、普通のエアー、普通のエアーって言ったら、あれなんですけど、えっ、ー、と、ん中くらい、iPad ミニではないですね、だから。そこいあの、大きいやつでもないと。 まあ普通のサイズだと思います。サイズ的には私が使ってるのと同じくらいのやつなのかも。えっとあれって何でしたっけの B5 ノートと同じでしたサイズ。B5 ノート ?A4 ノートなんだっけ<や> ?B5 ノートか、うん。大きい方が A4 ぐらいでしたっけ。はいはい。あだから B5 ノートと多分あそうだ同じサイズですね。うん。まあね多少の誤差みたいなのはもちろんあると思いますけど。ははい、はい いやだからそうなんですね、初めて買ったときで、アップルペンシルを使った時のヌルヌル感と、まあ、パームリジェクションもそうなんですけど、追従性とかがすごい感動して、その前は、そういうタブレットでメモを取るっていうのはありえないと思ってまんですね。あそれはわかりますね、iPad だからこそっていうのは。 ありますね今ね今前にちょっとイラストを描いてた CG 描いてた CG っていうかイラスト描いてた時があってその時はワコムさんのペンタブレットとか使ってた時があったんですけどもうそこまでいかないと無理だよねって思っててはい、はい、それがそうただやっぱり画面サイズが小さいなとか、はい うんそうですね。2年生みたいのを考えると、メモ取るんだったらそれでいいんだけども、はいはい、試行したりすると、やっぱり A さん手書きとかには勝てない。A さんだけ書くんですよ。はいはいはい。やったりするので、で、使ったり使わなかったりみたいとか。ああ、けどだから面白い。えけど、あの白黒先生、仕事用だったら iPad で見、はい、仕事用だったら。 たら iPad メインえっ、ー、とんえっ、ー、と教材研究ってことですかあっ兄研究はいや教材研究ね教材研究ほぼノートですね自分はあっはあなるほどうん、うん、iPad あとなんだろう 自分の使い方が悪いんかもしれないですけど iPad で書くとやっぱ自分の汚い字がさらに汚くなるっていうね感じも <laughs> <laughs> いやー気持ちわかりますなんかもうちょっときれいに書きたいなんだろうだけどなみたいなあんなこと払いとか止めとか止めはね若干あれ,あれですかあのペーパーライクフィルムとか貼ってますああ私は貼ってます あそそっかやっかかかやぱそれ貼るとだいいぶ違いますかねなんか自分それ貼るの嫌やったから何も貼らんと使ってるんですけど。あーけどだからあの書き心地ですよねそうですね。うん、あのそれっちの方がペーパーの <laughs> 紙に書いてる感覚はないですけど正直はい、はい。はいはいはい。けどガラスに書いてる感覚よりははい何て言うのかな優しいというか。 ちょっと引っかかりみたいなのを感じ引っかかってるわけじゃないんですけどざらつき感があるのは,はい、はい、っこっちの方が書きやすいなと思いますよね。<laughs> いやーだからね迷いますけどね。あえけどですか<は>それも普通の,あの指導要領とかは落とされてるじゃないですか iPad に。 あはんはんだからそうですね、学習指導要領はもう全部 iPad で今見る。で、あれはねその、iPad だと検索ができるから、だから、えー、検索っていうのはね、例えば友情って調べたら、学習指導要領の,の友情っていうのがブワーって出てきて、<laughs> それ関連する項目全部読めるから、からそれは便利なんですよ。なるほど。なるほどうん、まあ でも教科書はね、別にもう、なんだろう、教材とかは2ページとか3ページとかやから、そのまま本で見てたりもしますけどね。あ <laughs> そうなんです <laughs> だから、うん、そう、今聞いてて思ったのが、ノート、教材ノートっていうのは、はい。それこそ電子媒体、iPad で教科書とか、そういう指導要領とかを見ているから、はい。そのノートの方に紙に。うんうんうん。 書いてあるのかなと思ったんですけど、そういうわけでもないってことか。はい、うーん、そうですね。あれ、うん、そうですね。いや、これあれですね。iPad にしたら、うん、まあいいところの一つしたこの持ち運びできるっていうのがあるう。うん,う,んうん、そうですね。うん。ただまあ教科書に関しては自分学校にも家にももう持ってるから別にわざわざデジタル化しなくてもいけるなっていうところで。 今は、うん、う,うん、やってるかなって感じですね。で、そうそう、でもね、計画はあったんですよ。はいはい。あの、えっとね、アイ p a ドでそもそもこう、しなんだら、い,いろいろと兄弟研究書き込もうと思ってた計画もあったんですよ。うん <laughs> その計画っていうのは、えっと、息子の習い事を、ちょっとまあ、一つ県またいで電車でかけて、はいはい 連れてて行こううかかなとかいう計画もあって、うん、でそうなったらその電車の中でやるのはもう iPad 最強やなと思ったんであそうですねただコロナでその計画が、うん、その計画がこと,、うん、とそれ電車乗って他府県まで行くっていうのはちょっとやめとこうってなったから今日の目をまだ見てないという <laughs> 感じもあってまあだからそこはけどそうですよねだから 私とかでも最初に思考整理するのにマインドマップを書いてるわけなんですけどはい、はい、iPad が入るまでは、うん、A4 のコピー用紙と A3 買ってきて、はい、もうやっぱり直接書くのが一番だよねっていう。はいはい、だったんだけど iPad が入ってから私はワンノートを使ってるんですけどはい、はい、もうデジタルでいけるじゃんってなったけども。うん 結構、結局、今また紙に戻ったんですよね。うん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 。だけど、今のメモを何で書いてるかっていうと、iPad で書いてるわけですよ。はいはいはい。だから、どっちかっていうと、記録残しておきたいなっていうのがはい、iPad で書いてて、うん、その場の思考整理としては、紙を使ってる感じかな。はい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 。 っていうのが今話し,てて思いましたね。うん,う,んう,んうん、うん。うんと、そうですね。iPad だと、まあ、データ飛ばない限りはずっと残ってるから、そこはいいなと思いつつ。あと、えっ、ー、と、そうですね。まあ、あと、お便り書くとかね。うん,う,んうん。っていうときは、iPad とかのメモに。うんうんうん まあ、それはスマホでもいけるんですけど、こうダーって下書きを、それはどこでも打てるっていうイメージで、うんうん、iPad とか、まあ、あと iPhone と連携できるから、なんか,なんか例えば、例えばそれこそちょっと出先とかに、あって思ったら iPhone メモに、ばあって、それをもうメモ同期させてるから、あと、うん、でも見て、すぐお便り起こせるとかね。そういう使い方は、まあやっぱデジタル、便利。 紙で書いてたらもう一回打ち直すどうせ打ち直さなあかんしっていうねああそこはそこはありますよねうんそうなんですよ、うん、だからワンノートそれこそえっとあれはそのミドル教員の対談してる内容もワ,、はい、ワンノートで iPad で書いててそこからノートブログ書くときにはパソコンの画面で、はいうん、そのワンノート見ながらはいはい でそのままキーボードで入力してっていう形にしてるので、はいはい、やっぱり紙だとね、<や>まあノートでも何でもそうですけど、やっぱり広げたりとか、やっぱその連携って意味だとデジタルは強いですよね。そうですね、パッとできちゃうから。うん <laughs> まあ、しかしねこう、こうやって今話してるんですけど、我々ね、うん、今時の子供はやっぱもうちょっと感覚違うだろうなと思いながら見てるんですよ。 えー、<う>いわゆるこのデジタルネイティブ世代という生まれてきてからもうすでにデジタルの環境にある子どもたちね、うん、はうんど結構授業の中で自分もねその、まあ、いわゆる、えー、ロイいろノートっあるんですけども、うん、の中のメモかえっ、ー、と、うん、紙のノートかどっちか選んでいいよ今日の授業どっちか選んでいいよと うんうん、言うと、もう大抵の子が、やっぱそっち使いたいから、使いたいもんやから、いろいろノートにメモしてるんですよね。<laughs> で、じゃあ効率落ちてるかって言われると、でもやっぱ彼らはね、吸収力あるから、すぐ使いこなしてて、うんうん、で、さっきの,あのデジタルやったら、デジタル間のデータをすごい映せるっていう話あったと思うんですけど。うんうん だグループでね、それやりだしたらやっぱ強いですね。ああ、いや、もうそ、そこです、ねうん。メモをお互いに、えっ、ー、と、まあ、いろいろノートやったら、5枚とか10枚ぐらい、ばーっと上げたやつをそのまま共有して、うん、さらにそのもらってきたカードをこう並び替えてとかいうの子供もめっちゃ早い、うん、早いし、なんかそれやったら、多分、学習効率は2倍にも3倍にもなってる気もする。気もするなっていう、反面、やっ,うん、やっぱでも、うん いざマインドマップとかもし書きなさいってなるんやったらやっぱり紙の方がうん,、まあ、うんまあうんやっぱりねそこはねいけるなって思うから <laughs>、えー、思うから結局道徳の授業の中のワークシートとかはやっぱ自分はまだ紙でやらせたいんですよ <laughs> え意外 <laughs> <は>いやあの結構うん、えー 道徳に限らずっていうところだとは思うんですけど、はい、グループワークしてシェアっていうふうな共有っていうふうな流れでいくと、はい、やっぱ圧倒的にデジタル使った方が早いっていう、はい、早いし情報量も多い,はい、はい、発言して、えーうん、共有はアウトプットの,、ね、あの言語を言葉にして発するアウトプットっていうの,のメリットは大きいんですけどはい、はいはい ただそそれでもその道徳手書きうんとねん、まあ、でかって言ったら、うん、これはね自分の道徳の授業スタイルが、うん、ってうところが関わってると思うんですけど自分ね授業の中でも黒板でもバンバン自分も図解しますし、うん、で子供たちもまあ言ったらそのフリーのそれこそもう自分ワークシートっていうかもうただのペラ紙を渡してるんですよね。うん,うん、うん はそこの真っ白なところに子どもたちは自分の考えたことを自由に書いてるっていうスタイルでやってるのではい、はい、でうんとねそれこそデジタルだとやっぱペンでなんだこう絵を描いたりとかっていうの子どもそんな慣れてないから、うん、まずできないしうん、うん、であとね色を塗るとかいうことで表現されることもあるんですよ。あーなるほどね あれこれこの間先生と喋ったんやったかな別の人と喋ったのにするとそれ記憶曖昧になってるんですけど<ん>。<laughs> あるあるです。ケーです。例えば、<laughs> ハート。うん,う,んうん。ハート一つ、その、えー、まあ塗って、例えば、うんと、その場面で勇気がどれぐらい出たかっていうのをハートで塗って、ね、はい,はい。赤と青で塗り分けましょうみたいな話があったときにね。うんうん。デジタルやと、例えば、なんかあの、 えとペンキペンキみないにそんな機能でピッと押したピューンってこう色がそのままその示した指定したとこが一瞬で色変わったりするじゃないですか。<laughs> だからこれ一見するとまあ早いですよね。<laughs> うんうん、っていうメリットはあるけどもでもそれはねちょっと面白みに欠けてて、うん、子供が自分でその。 クー,ピークーピーとか色鉛筆とかを使って塗りなさいって言ったときは、あこれやっぱ先生と喋った気がするな、<laughs> 色鉛筆え、そうですね、そうですね。うん、塗りなさいって言ったときは、今お聞きの皆さん、お白かったんですけどね、そのいわゆるあのおやつの原パイっていうのね、わかりますかね、うん、皆さん。<laughs> っていうふうに、えーと、中をちっちゃい青のハートで塗って、で外側を赤,赤のハートでこう、ハートの上にハートをこう重ねるように塗ってる子がいたりしてね。うん それななんでなんて言ったらいや,やっぱりあの怯えてる気持ちは中にはあるけども頑張って振り絞って外側に勇気が来てるんだよって言ったりとか、うん、あとこうはみ出すぐらい塗ってる子がいたりとかね、うん、っていうのはまあまあまあデジタルにで,できなくはないんですけどもなんかねやりにくいんですデジタルだとそのちょうど綺麗に塗れてしまうから、うんうん、っていうようなこともあってなんかねその辺は デジタルもいいけどんそこは紙媒体でって思っちゃってる自分がいますね確かにデジタルの方が、まあ、機能はあったりしますけど制約みたいなのはやっぱ大きいですよね。使、はい、使い方を学ばないと使えなとえい、はい、で紙の方がより直感的に使いやすいっていうのはあるだろうなっていうのは。<laughs> <laughs> もちろんね、今の子供たちが親になった時はまたどうなってるかはね、もう全然わからないわけなんですけど、やっぱりそこはね、越えられない壁というか。はいはい、そうなんです。なるほど。えっと、ってことは、要は紙とデジタルとはそのメリット、デメリットみたいなので、はい、まあ、使い分ける、うん、はいはい。って感じですかね。うん、そうですね。まあ、授業の中で言うと、うん。 やっぱりね、速さを重視したい時とかはデジタルにしてるかな自分も。<ん>えっとね、うん、例えばなんですけどうんと国語の学習で、はい、えっと俳句を作りましょうみたいな時が、まあうん、575ですね <laughs> で。あれの場合だと、まあ、今までだったら、えー、画用書短冊型に切ってそこに俳句。 まあ、しかもまあもっと言えばノートにちょっと下書きとかをし,したりして子供は。で、うん、でそれでまあこう遂行したものをまあその画用紙短冊に五七五で書いて、でなんだったらちょっとミニイラストちょっと書いてみたいなね。うんうん。そういう流れがあったんですけど、まあでもそれはそれでそれを掲示することもできるしまあいいんですが。 うん、えっとでそれもそれをした上でさらに鑑賞までするってなったらやっぱり1時間では絶対収まらないんですうん、うん、でところがもう1時間で収めたいなって思った時はやっぱり、えー、とデジタルでデジタルの、うん、とそれこそまあロイルノートだったらロイルノートのメモパッドとかのところに五七五作らせます。うんうんうん。提出箱に提出させますってやったらあの。 え言った教室の大画面のテレビにピュンって映すと <laughs> もうその時間内で鑑賞も全て完結できる。うーんってことは、はい、メリットデメリットというよりは、はい、目的によって変わってくイメージですかねああそれですね。そうそうそう,そう。<laughs> 変わってくる。残したかったらこの場合は残して消したかったら紙ってことですね。 うん、やっぱそのどうしてもね共有がメインっていうのであればはいええー、ロイロとかそういうそのデジタルの方を使った方がいいし例えば例えばですけどあの七夕の短冊みたいになれば目的はその笹に、えー、短冊をに書いて何つけるっていうふうになったら当然デジタルじゃ無理なのでそうですね 紙媒体になりますもんね。そうですね。そこですね。だから目的目的によって違いますね。うんうんうん、うん、うん。なるほどなるほど。ちなみにえっとちょっとあ話ずれるんですけど。はい。あの紙のメリット、デジタルのメリットってどんなのがあります？うんとね、あのこれもなんかなんかの本で読んだ気もするんですけど。うん やっぱり紙ってこうページめくる感覚とか、なんかそういうのも、まあ、なメリットになるのかなと思ってるんですけど。ああ、そう思います、そう思います。うん。うん、あ,あのね、なんだろう、これはでもあのデジタルネイティブ世代の子は置いといてですよ。置いといて、うんうんと、自分ら世代はやっぱ、なんだ、やっぱ紙の方が頭に入ってくる気はしてるんですよね。うん、んで、えっ、ー、と、自分、あの、 あの趣味の、ね、囲碁がある趣味なんですけど。趣味って呼んでいいのかちょっと気になるとこですけど <laughs>。皆さんね、実はこの自分のアイコンでなんかピュンって出てるこの白と黒のなんかね、丸い物体ご、碁 <laughs> 石なんですけどね。で言うと、あの週刊号というのがありまして、新聞みたいな。 まあ新聞みたいなとかい囲碁新聞みたいなやつがあるんですよ。でそれをまあ買って読んでたんですけど、うん、まあデジタルでもそれが出ることになってデジタルもあの手に入るようになったんですよそれもね。<laughs> でえー、と大体その紙媒体で読んでた時はそのまあ載ってるのって言った番号がこう載ってるじゃないですか1234とかの黒と白の順番でね。 でそれを見ながら頭の中で、えー、とそれを自分で頑張って再生するか、うん、それか、まあ、5番と5石引っ張り出してきてその順番通り並べるかして、まあ、学習するんですよ。でじゃあデジタルだったらどうなるかっていうと,、うん、とあの気が利いててねそれ動画がついている動画というか、うん、動画がついてて動画というか<ー>わかりますかね<ー>再,再生ボタンを押したら1234っていうの自動で。うん まあもちろん、手動でこう動かしてもその手順通りこうな、盤上でデジタルやっ並べてくれるんですよね、勝手に。うんうん、じゃあ、そっちの方が、なんだ、えー、便利じゃないかって思うじゃないですか。うんうん、ところが、動画のその再生だけを見てたら、結局、頭に終わったと一切何も残ってるんうん、うん。そうですね。これは、あれですね、結局、 紙かデジタルかっていう問題からちょっとそれるかもしれないですけども、はい、じ動画、えっ、ー、とね、デジタルのやつって、うんと、本とかでも結構よくその動画でタイアップしてくれたりとか、うん、うん、ありますね。出る本って最近多いんですけども、うん、あれはね、気をつけないと勉強した気で終わってしまうこともあるなというのがあって、うんうん、結局その、自分が、えっ、ー、と、 だろうな考えるっていう工程を挟まないとまあまあこれ何でも一緒なんですけども言、うん、えてしまう。でデジタルは何かするともするとその考えるっていう工程が抜けやすい気がしてるんですよね自分にしないと。何、うんうん、て言うかなその n d l e とかで読む時もこうサラサラサラって読めちゃうから <laughs> うん、うん、やっぱね なんか抜けやすすいんですよねこれ意識して今こうやってアウトプットしようと思いながら Kindle とか読んでたらまあ当然頭に残るんですけど、うん、流し読みの場合本当頭に残らへんなと思っていや全くその通りだと思っていてあも,うもちろん使い方とかいろいろあるにせよ、はい、その傾向として、うん、やっぱりあの物理媒体の方がい、光量が増えるんですよね。ううううんうんうん、うん うん、でデジタルだと、まあ、きれいにするなっているのもあるので、はいはい、今、めくるっていう一つ取っても、それこそ親指を数ミリ、数ミリはい、はい、<laughs> 動かせばページがめくれちゃうわけですよ。<laughs> であの、紙だったらちゃんと自分の手でめくらなくちゃいけないし、はいはい、めくりすぎないように意識もしなくちゃいけないし。 より自分の意識が必要になってくるんですよねはい、はい、なので、えっと、中島の考えの一つとしてはあの紙っていうのはこちらから動いていかないといけないだけどもデジタルは受け身でいけるああそうそれだそうですねうんだからただ情報が入ってくるっていうのはあの受け身でいいんですけどはい、はい、けど入ってきたのをどう処理するかっていうのをしないとやっぱり残らないのでうん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  だから、その数字、えっ、ー、と、その以後でいけば、はい。その数字を追いかけて石を置いていくっていう、うん、考える余計な手間が必要なんですよね。うん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 。うん。だから、無駄がなければ、<い>無駄があるからこそ頭に残るっていう。うん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 。五感を使わないとね、記憶には定着しないので。はい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 。っていうところはあるかなっていう。うん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 。 いやそうなんで、すよで、うん、でただでもこれがもし、いやこれはね、今我々のその感覚なんですけど、<laughs> デジタルネイティブ世代の子供たちはじゃあどうなんだっていうのがまた自分は楽しみではあるんですけどね。うん、だいぶうーん、まあでもそれでもやっぱ髪の方がとか、あとその無駄な動きした方が頭に入るのは多分間違いないだろうけど、<laughs> でも自分なんか思ってるより もうデジタルからもっとなんていうかな吸収できる脳みそになってる気もしててまあでもとかね <laughs> いやだから結局その自分が生まれた時がもう普通、うん、っていうのがやっぱりねベースになるのではい、はい、例えばそれこそ江戸時代とかは、うん、鉛筆とかなかったですしあそういうのがあるからこそ変わっていく部分 まあまあね、筆と鉛筆の違いと、紙とデジタルの違いはもちろん違うわけなんですけど、ただ、うん、ただ動画から学ぶことは多分できないですけどねあああ。動画から学ぶときは、やっぱ、てか、だから結局、そこにも、動画であれ何であれ、結局アウトプットしようと思いながらやるか。 そうそうそう,そうやっぱ自分の意がちゃんと介在,在していかないとそれこそね「ドラえもんの秘密道具」とかパうん、うん、ンみたいに食べたら覚えるみたいなのはやっぱ無理ですよね人の仕組み上無理っすねうんうん、うん、<あ>結局そこだなまあやっぱりね主体性に勝るものはないですよね <laughs> うんうんうん そうで他にまあデジタルのメリットとしてはやっぱ持ち運べるっていうのは強いなと思ってはいてそれはもうそうですねそれが最強ですねうんだから私の子供とかは漫画は基本もう買わないえー、っとだからデジタルで読むはいはいはい、うんうんうん、でデジタルにないやつを紙で買うはははっていう感じだなって思っていて <laughs> だけど中島はやっぱり所有欲を満たすのはやっぱ紙だよなって思う <laughs> いや同じこと今考えてて <laughs> あのね本棚に並んでんのが嬉しいんですよいやそう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 ,そう <laughs> 前もね何かありましたよねあのやっぱり手拍子、はい、それですね、うん、本棚を眺めるだけでもやっぱりなんていうのかな インスピレーション湧いたりするしいや全くもってその通りなんですいや,いや iPad とかに入れてたらそれがなくなるからうんうん、うん、そうなんですよねなんか目に入るからその本棚に置いてたらそう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 するとやっぱり記憶が想起されるのもあるのででなんかちょっと久しぶりに少しだけパラパラっていうのも出てくるんですよね本棚にあるとそうそうだからそのなんていうのかな まあだからある種無駄な部分ですよね。そうなんです。<laughs> 効率が悪いんだけど、結果としては、うん、まあ学び深い部分いと。ある種本屋さんか Amazon かみたいなとこもあると思っていて、ははい、はいやっぱりあの本屋さん行った方が知らない本には出会えますよね。うん、いやーもうそうですね。ああ、だからあれだな。今ので言うと。 国語辞典とかの例もそうですね。<や>えっとね、3年生の学習で国語辞典の使い方で出てくるんですけど、<laughs> やっぱり、うんと確かに今、義があるからわからない単語は結構それで引くことも学習の中で増えたんですけど、うん、でもやっぱね、自分は、まあ、考え古いかもしれないですけど、併用したい派なんですよね。で、国語辞典で引いてる中で、 あーのーなんだろうなそれ,それこそやっぱ自分の知らない言葉であったりで、うん、やっぱ好きな子はねそれを延々と見てる子もいますからねなんか高校時点をえ中島の辞典は本だと思ってる派ですよあー出た <laughs> <laughs> いやいるんですよクラスに <laughs> そういう子どうも全然仲間仲間うんわかるーってでやっぱそういう子の語彙力半端ないですからね <laughs> そう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 本当にだから検索するそれ以外が見えないんですよねうん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 で結構小学生向けの辞書とかって結構コラムとか入っててあーそれそうなんですよめちゃくちゃね勉強なるあれそうあだからあのどっちかっていうと単純に読み物として面白いと思っていてはい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 だから検索して出て要は知ってることははい そういう検索でもいいと思うんですけど知らないことはやっぱりもうちょっと情報量を増やしてほしいなその A イコール B でだけではなくてはい、はい、A とはなんちゃらなんちゃらみたいな方が情報量でも、うん、<laughs> で情報量が多いから記憶にも定着しやすいし思い出しやすいっていうのはあるしはいははははい、はいおいい増えますよねいやーそうなんですよね <laughs> だから まあ、これ、国語の教科書から国語辞典の学習は消えるのか消えないのか問題みたいなのもあましたけど。なるほど。うん。いや、そうそう、そういうこと結構ね、あるんですけど、まあ、例えば、書写とかもそうですよね、習字。うんもうこの。この iPad に入力してる時代に習字は残ってるけど、いるのかどうかとかね。そんな話もありますけど、まあ、自分、 やっぱりね、そういうのもいるんだろうかなと思ってしまう人間なので <laughs>、ね。中島も絶対必要だとは思っていて。うん。要は、えーと、デジタルはもちろん大事なんですけど、はいはい。結局、電源がなくなったら終わりなので、うんうん。多様性っていう意味では、どっちもやるべきだと思ってるんですよね。うん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 で。もちろんね、割合はどんどん変わってくるだろうなとか思いますけど。はい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 。 公教育としてある以上、うん、やっぱり習字もそうだしはい、はいで、いろんな活動をしていくことの大事さっていうのはあるよなって思ってますよね。はいはい。いやそうですね。家で習字する子、うん、多分いないですよね、うんあ。ごめんなさい、ちょっと聞き取りにくかったです。家で習字する人って多分あんまりいないと思ってあ。はいはいはい、いないですね。 うん、けどやっぱり、あれを授業でやるからこそ、大事だと思ってるんですよ。やっぱその文化っていうのの継承っていう部分もそうだし、はいはい、要はゼロじゃないっていう、1であるっていうところが大だうと、まあまあ大変なのも分かるんですけどね。やっぱ無駄こそが大事かなっていう。ううううんうん、うんん なんかね、そうなんですよ。だから、習字の時間一つとっても、もう本当、あれですね、その中でもなん、ちょっとこれあれかもしれないですけど、思いやりとか、そういうのも育つと思ってて、それも道徳教育に関わってる、習字の時間は一切無音でもうみんなやりますって言ってやるんですね。その中で、相手意識があったら、例えば、なんていうかな、その書き終わった後も、やっぱ無音でやるんですよ。うんうんうん とっ言ってるのがうん、うん、やっぱそれ習字、えー、とデジタルじゃない習字だからこそ成り立ってる部分あるなと思っていやーそうまあ個人的にはあのね炭の匂いが好きなので、うん、ああそういうのもありますね、うん、やっぱり五感っていうのを大事にしたいなって思っているとはいはいやっぱりデジタルはねはい、はい、デジタルでしか要は四角と触覚ぐらいしかかないのでうん、うん、はい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  やっぱりそういった部分でもまあまあ紙っていうわけではないですけどね <laughs> やっぱ情報量の多さっていうところだとアナログの方が上だなっていうのははいはい思いますね、うん、いやーまあしかししかししかし <laughs> しかしまあでもどまあ道徳の授業とかのどうデジタルを絡ませていこうかなとかは常に考えてはいるんですようんうんで まあ例えばデジタルでさっき言ったように、その意見書いて、テレビバンって映して、とかいろいろやったりとか。でもね、結局そのデジタルとノート併用しようと思ったら、なんか忙しすぎて子供たちも。うん、そうですね。そこはちょっと厳しいかも。うん。だから結局やっぱデジタル使う授業の時はもうデジタル一本にするか、 えとあと国語でやってたのはそのデジタルで、まあ、例えばロイロとか使ってメモを整理したものをじゃあ今度ノートで、えー、と自分の言葉で聖書、聖書じゃないか聖、まあ、書みたいな形でまとめ直しましょうみたいな風にするときは併用でやることもあるんですけど意見交流とかしつつそのロイロでもまとめつつノートでも最後自分で書いてっていうのはなかなかその時間的なものも厳しいから はいはい、じゃあロイロンでするかってなるんですけどで今度でもそうなったらうんと紙として残らへんからうん、うん、じゃあどうやって保護者に見せられる見せることできるかなかね <laughs> そういううん<キ>か <laughs> そこも悩みになりますよねうんだから例えばこの単元とか今日の次元ははい どっちかみたいな選択して使い分けていくなりっていうふうにしていかないとやっぱり、えー、と全体をこれでもう一つに統一したやり方にしますってなるとやっぱり苦しいですし、うん、急ぐらしくなりすぎちゃう、うんうん、はいはいはい、うん、っていうのはあるのかなっていうのは聞いててうんうんうん、うん、思いますまああとはあれだな、うん、その多分ねここに 聞きに来てくださっている皆さんとかはデジタル結構強い人が多いんかもしれないですけど。絶対ですよ。<laughs> <laughs> あの、あれですね、その、冒頭喋ってた、自分の中でねこう、どっちでもいいよって選択肢を提示する、えー、ノートでもいいし、デジタルのノートでもいいですよって、<laughs> うん、でもそれができるのは、デジタルでも一通りやり方を学んでるから、どっちでもいいですよと言えるっていうところがあって。<laughs> 今またその、えっ、ー、とね、学校の中でも格差みたいなの、ないかっていうのをこう言われてると思うんですけど、まあ、だから、うんまあ個人の好みとか、教師の好みはあるとは思うんですけど、やっぱ一通りは使い方は抑えて、うんうんうん、えどっちもできるよっていうのとか、どっちもメリットあるねっていうのを、やっぱ子供たちも知った状態っていうのにはならしといてあげたいですよね。 いや全くその通りだと思います。あのうん、やっぱね使わないと分かんないですからね。それこそ、えーとまあ、冒頭から、えー、そのどう使ってますかっていう話から入りましたけどはい、はい、結局、中島もやっぱり使い方変わってきてるわけですよね。デジタル、はい、iPad 初めて買った時の喜びとか興奮があって。うん、うん 紙なんかいらないよみたいな時もあったけどもいろいろ使っていく、は、と、い、あ,あやっぱり住み分けが必要だなっていう風になっていくしうんうんあそうですねあ、まあ、ねそうそれ聞いても今一周回って <laughs> 我々ちょっと紙もいいなってたどり着いたじゃないですか <laughs> でね今そうかそれはなんか分かったぞっていうところが、ねうん、子供たちは今デジタルが導入されてきてまだ1年2年とかそんなレベルでしょ今はね <laughs> だから、多分、今の5、6年生はデジ、選べって言ったらデジタルの方がいいっ、うん、なるんですけど、今、今、1年生の子たちでちょこちょこ慣れてる子たちからしたら、例えば高学年になる頃には、当然、真新しさっていうのはないはずなので、あそう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 。えっと、もうちょっと冷静に、この場面は神だなとかって、自分にすることができるようになってくるかもしれないですね。 いや多分ね、そうなる可能性で、割合的には、まあ状況にもよりますけど、はいはい。あの、紙の方がこれから増えてくるだろうなとか思うんです<あ>で<は>逆にですか。うん。やっぱりデジタルも使ったけど、やっぱり紙の方がいいっていう。うん,う,んう,んうん、うん、うん。だからそうなった時に、その大人側がその気持ちに対応できるかどうかっていうのは大事だと思っていて。はいうん、う,んうん、うん、うん。 あのだから、いや、けどやっぱりここはロイロでやりたいから、でその時うん、うん、目的が明確に子供に伝えられるか、はい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 。その場はわかるけど、みんなで共有したいから、もしくはこっちでお願いみたいなね、うん、<の>はいはいはい、いロイロですけど。うん、はい、うんうんうん。あー、そっか、えっとね、それで言ったらあれもそうだな、えー、プレゼンですね、プレゼン。うーん 子供たちこれもね、自分選択式でやったんですよ。パワポのプレゼンでやるか、うんえー、画用紙とかに書くか、あ<ー>選びなさいよと。って、うん、言ってやったら、やっぱりね、8割、9割ぐらいはね、パワポを選ぶんですよ、子どもたち、うんうん、で、ただ、パワポの方が実は、やっぱり紙でやるよりも難しくて、何が難しいかって言ったら、子どもたちは使いこなせるがゆえに、 えっとねまあ、変なアニメーション入れたりとか、<laughs> ああアニメーションってスライド切り替わるときのね、<laughs> <laughs> そんなんな回転させんでもいいやろみたいな、<laughs> あじゃないですかあの、スライド切り替えるときの。<laughs> あれを乱発したり、でそれからんとやっぱりねパワーアップのスライドって結構その色も自由に変えれるけど配色とかって本来難しいんですよ。<laughs> <laughs> うん、あのちゃんとね なんか学び出すとなんか3色まででとかいろいろあると思うんですけど、うん、結局子どもたちそこから言わなあかんくなって、ね、あとワンスライドワンメッセージとかねそこに情報詰め込みすぎたりとかっていうことが起こりやすいですねあのパッ、うん、の方が。で結局その発表の時になっても画用紙の子ってもうめちゃめちゃなんていうかなやっぱトークでカバーしようと思って練習してるんですうんうん、うん パワーアップの子ってね、なんかね、トークが練習、そこまで行き着いてなかったりするんですよね。まあもちろん練習めっちゃさせてるんですけど、うんうん、なんかどうしてもね、スライドの力に頼ってるような気がしてて、で、まあ、スライドに喋る言葉がそのまま書いてあってそれ読んだりとかね、うんうん、してるりして、それ本当に聞いてのためになってるのかね、みたいなね、うん,うん、ところが結構あったりするので、まあ、 そしてやっぱね、画用紙で書いてる子は、それこそさっき言ってた、その図みたいなのをめちゃめちゃうまく書いてたりするんですよ、自分で。うん,う,んう,んうん、うん、うん。うわ、その図分かりやすいな、とか。うん,う,んうん、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 うん。いやー、だからも、まあもちろんね、今、小学生の子が、まあ5年とか6年生の子がパワポでスライド使ってプレゼンしてるっていうのは、まあそれ自体、すごい、まあ、なんていうかな、自分らの子供時代になかったことなので、この子供たちが、 中学生、高校生、大人ってなっていった時には、それはもうね、今の大人よりすごいレベルでできるようになるかなと思うんです。うん。た、うん、だやっぱ今の段階で比べたら、やっぱ当然、あのね、画用紙とか模造紙とかの方が使い慣れてるわけやから、うん、うん。っていうのも、あだそれもあれかな。うん、うーんと、自分でどっちがいいか比較できるようになる。と、 いいでですすねねそその目的に応じてそうです、ね、だから今の聞いてて思ったのが、はい、と画用紙の使い画用紙とかねそういう模造紙みたいなのによるものっていうのは自然ともう学校教育現場には入っているのでん、うん、今後は要はそのパワポでのプレゼンえ発表のうん。方、はい、みたいなのを学んでいく必要教える必要があるっていうことかな。 でも、それってね、今のところ、学習指導料,料とかそういうのに載ってないと思うんですよ。その、っていうか、そういう時間帯って、ああ、まあ、少なくとも小学校じゃないですよね。その、情報の学習か。えっ、ー、とね、情報モラルはあるんですよ、学習としては。なんか、その、インターネットセキュリティというか、えっ、ー、と、知らないとこアクセスして危ないよとか、そういう学習はあるけれども、パワーポとかでスライド作ってっていうのは、授業の、 中で教えるっていう感じなんですけど、はいはい、でもそれってそういう基準みたいなもの、別に何も示さないから、うん、結構自分好きやからね、そういう。いや、そ<お>だからそうそう。いや、だから今聞いてて思ったのが、<laughs> うん、だから、新しいものが入ってる、入った以上、はい。その先生による、うん。あより大きくなるよねっていう。いやー、そうなんですよ。<laughs> そう。だから、これは、うん もう仕方ない話なんですけどね。このやっぱ、あの、ほら、ツイッターでこれやってる人はね、よくツイッター上でも、あの、パワーアップのスライドとかが見本流れてきて、そして、あの、スライドにこう情報量、うわって盛り込んでるのはあんまよくないねとかいうようなことも、まあ流れてきて、確かにそうだなと思いながら勉強してるんですけど、でもそうじゃないね。やっぱ一般の先生方ってね、あの、 なんだろうそれをもし学んでなかったら子どもたちにやっぱ別にそれ言ってないから子どもたちも情報量をわずさか盛り込んだスライド作れるけどもうまあそのままそのままなんですよね要するにだからえっ、ー、とね子どもがしゃべる言葉と全く同じスライドを作ってたりするんですよ、はい、うんただその先生自身がプレゼンとかあんまやってなかったらスライドとか使ってね <laughs> 結局それ,それが量産されてしまうという。いや、だってこ、これはちょっと若干ディスりになりますけどはい、はい、いろんなオンラインとかのね、講座とか研修みたいなのとか参加させていただいて思うのが、公務員系の人って文字量すごい多いですよね。いや、<あ>もうそうなんですよ。<laughs> 読み合わせするんだったら画面に出さないで。うん いいよって、それ読み込んだ上での話をしてくんないとか、中島は思うタイプ。だから、あね中島のスライドとか、はい、情報量少ないわけですよ。うん,うんうんうん。要は、そのスライド1枚で話したい、それこそ、と本でとかでいけば見出しとか、そのくらいのやつとイラストとか絵とかが入ってて、伝えたいこと、こういうことですよっていう。要は行間ね みたいなななものこそが大事なんだけどなっていううんうん、うん、いうや、間違いないですね。で、なんでそ,れその現象起こるかって言ったら、<laughs> これ、これあれなんですけど、か研修とか受けに行って、研修とかでもやっぱそういうスライドとか出てきますからね、<laughs> その文字量、めちゃくちゃあるっていう。えだから、この人が教えてたら、それは子どもたちもそうなるだろうなっていうのは。うん 仕方ないですよね伝えたいことを文字で伝えるってなったらははい、はいもうプレゼンじゃねえよみたいなところ中島はあるんですけどいやーもう <laughs> そうなんですね <laughs> <laughs> あんまこれ以上言ったら自分はあれかもしれないですけど <laughs> <laughs> ですねあまあまあまあえっ、ー、とだからやっぱりえっ、ー、とそうですねまあ、えー、無理にまとめる話でもないところはあるんですけどはい、はい、今日はっと話してきた中で感じたのは、うん、やっぱり目的を持って によって使い分けるっていうところと、何にせよやっぱり使うっていうことの大事さかなっていう。うん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 。うん、そうですね。だから、あのデジタルっていうか、タブレットとかはもう文房具だよって、なんかよくね、言わはる文房具のごとく使いなさいよまあそれは確かにそう思うんですよね。ただその 次の段階です、ね、だからそこ文房具のように使いこなせるようになったら今度はやっぱりあの自分たち使ってハサミを使うのかカッターナイフを使うのかっていうのは同じ器具にしても、うん、えっと切り方とかその早く切りたいとか家に、うん、切りたいとかまっすぐ切りたいとかで変わってくるわけだからあのノートでいくか、えー、デジタルでいくかっていうのもそういうふうに使い分けれるようになりたいしそう育てたいですよね。 そうですだからそこまでいって道具になるのかなって思いますよね。ああそうですねそこまでいったらようやく道具になります、ね、うん。<laughs> だから今はそれこそ手段が目的になってる状況でいいと思っているしそれはある種正しいステップだと思うんですよね。うん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 。まさにねいきなりものを切るっていうよりは切ることをやってみましょうみたいなだったりとかそれこそ字を書く前に例えば線をなぞってみようとか。 行為自体、手段を目的として楽しんで、それがある程度身についた上で、じゃあその理念をどういうふうに活用していくかっていう次のステップう、はい、うんうん、うん、うので、だから、まあ、やっぱりまず大人がいろいろ使い倒す、遊ぶっていうところが大事なんでしょうね。ああ、そうですね。<laughs> <laughs> うん、まあそんな 普通の結論に達してなんかちょっといまいちかまれますけど <laughs> いやーまあでもそうですよ、うん、<laughs> 普通の普通のって言ったらあれですけどねあそうそうだからそのくらいあの紙とデジタルっていうのの、えー、線は引けないってことですよね線っていうかね優劣はつけられないっていう意味でうんうんうんまあそうですねだ そうです、ね、だからデジタル本当にまあデジタル年々そのデジタルの精度は上がっていってますからねうん、うん、そうそうそう,そ,うそれは思いますね結局そこら辺でえっ、ー、となんか変にこだわりとかを、うん、紙が素晴らしいデジタルが素晴らしいって言ってしまうとやっぱり思考停止になってしまうのでねはい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  でなくてても使ってみるとかそれによるメリットデメリットっていうのを踏まえた上で、まあ、子どもに提案できるといいのかなっていうのは、うん、はいはいそうですねいやだから本当にね初めて iPad 買った時に電子書面とかずっと反対派だったんですよ <laughs> はいはいやっぱ紙は、うん、その紙で本は紙で読むもの触ってそれこそが意味があるみたいなのとか キーボードとかよりも鉛筆で実際に書いた方が五感が刺激されるからみたいな、まあ、さっきも言ってましたけどねあったけど実際使ってみたらあ意外といけんなっていうのもあるしあ,あそれは思いますね意外といけるのはありますねうん、うん、だただそれもやっぱりやってみないと分かんないうん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 だからやっぱり新しいこれからもねどんどん新しい技術とかは入ってくるでしょうしはいはい それこそどうなんでしょう AR とかいろいろ入ってくる中でやっぱそれをしていく、うん、経験していくっていうのは少なくともやっぱ教える立場に立っている以上はもうある種義務なのかなっていうのは思うのでこの<日>ああどうぞ昨日はちょっとねあの別の人と喋ってて「教科書の未来 <laughs> 教科書がいずれ」 すべてデジタルになるのかどうか。うん。先生、どう思います。いや、まあ。いずれっていう言い方、あの時間軸をどのくらい広げるかっていう。というか、狭めるかみたいなところあると思うんですけど。はいはい。ゼロにはならないと思います、ね。うんうんうん。あ、そこもね。まあ、でも。そう、いずれっていう時間軸あれだけど、もしかしたら。どっかのタイミングでは。 ななるかかもしれないなとか思ってみたりうん多分そうなった頃にじゃあ仕事の書類がなくなっていることが前提だと思っていてはい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 要は社会に紙媒体がある以上、うん、小学校の段階で紙媒体に触らないっていうのは教育上問題があると思うんですよね公教育としてあそっかそういうことです確かに確かにゼロにはならないかうんだってそれやっちゃうと やるためにはだからその普段の食仕事はい、はい、が紙媒体をなくさないといけないですよねうんうん、うん、まあねそうですねだいぶペーパーレス化は進んでますが、えー、まあゼロにはならないですもんね、うん、そう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 だからお便りとかが電子化できてない状態ではやっぱり媒体はむしろいやだから逆に言うと書道みたいになるかもしれないですよね <laughs> ほう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 

うん、なのでやっぱり中島の考えは公教育っていうのは社会に出るための準備だと思っているのではいはいはい、はい、何でもかんでもなくせばいいっていうものではないよなっていうふうには思うんでねそうですねあうんそうですねあとあれですねあと黒板黒板問題も昨日喋ってたんですけどねいや黒板問題はね正直 <laughs> いやもうだって今言うと、いらいよなって思う中島はいるんですよね。あの、板書、要はチョークを使った板書という意味でいけば。はい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 。<coughs> けど、はいうん、やっぱり目の前で書くダイナミズムっていうか、はい、はいはやっぱ視覚的にも入るので。ううん、うん だから中島とかでも、スライドとホワイトボードを併用するときはあるんですよね、講座でとか。はい,はいはいはい。だから、あえて、あえてとか、やっぱホワイトボードをリアルに書いてる方が、なんか、そこで作り上げていく感というか。うん。だから、それも子どもたちに、えーとはい、ペンを持って書くっていうことを教えた時なのかなと思うので。うん、はいはい。 例えば子供たちがキーボードを使ってれば、はいえー、自分もキーボード使えばいいですし、っていうところはあるかな。うん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 。いやけど、そのうち、黒板サイズの、そういうタッチ、ええばタブレットみたいなのは出る気るかもしれないですけどね。いや、それはね、思ってたんですよ、実はね。<laughs> で、その、例えばタブレット、 その中でこう作ってスライドとかをそのまま黒板にピュンってこう移したり、とかもう簡単にできるみたいなね。うんだって。今のやつとか。でもはい、はい、あのいや物によりますけど、追従性とかすごいいいのもあるし。うんうん,うんうん。そこら辺が技術革新的に進んでいけばまあ、カメラをつけるタイプ。でもま動、あ、機の問題とかありますけど、2つ3つとかつけたりすればうん。 結構リンクさせることは可能なんじゃないかなとかって思うとああそしたら子どものノートとかもなんか一瞬でその黒板にピャンって写したりとかねそう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 だからもう黒板っていうかあの共有大型ディスプレイってことですよねあ,あそうそうですねうんいやだってそうなんだよなだってあっこんな子供の頃からすると<金>あ電子機器の量がやっぱすごい増えてるので、はい、はいはい すすげえなって思いますよ、ね、うんそうなんですよ、まあ。あとはどれぐらい国が予算割いてくれるかとかいう話がありますけど、ね。<laughs> まあ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 、まあ、結局そこはね。<laughs> うん、ただやっぱ今回みたいにね例えばそのズームみたいなのもそうだしやっぱコロナとか環境要因によってガラッとガラッととていうかゴロンっていうふうに動くんだなっていうのは、うん。めちゃめちゃ加速しましたからね。 いやしましたよ、本当に。うん。キガスクールとか、あんだけね、反対してた人たちだって、普通に使ったりするわけですよね。<laughs> <laughs> うん、そうですね。そう、あれ、どうやってやろうみたいな感じだったし、あっという間にね、改善も強化、あまあまあ、自治体にはよりますけど、はいはい。あるので、そういうふうになっていくと、やっぱり、その今、今の想像の、うん。 さらに斜めを上に行くのが未来なのかなっていうのは思っているのではい、はい、なるべくその時が来るまでにそのなんていうのかなあの次のステージが始まるまでに今のミッションは終わらせておきたいよねっていうのを思いますそうですねそうなんですよねだそうじゃないとついていけなくなっちゃうから <laughs> そうそうそういやだってすごいですよこんなに。<laughs> うん、で子供たちはもうナチュラルにね、もうネイティブですから、それをどん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 受け入れていく、でそういった子供が、どん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 目の前に来るわけですよね。そうですね、だからね、もうある意味、これもう大人がね、置いていかれへんよう,にしような感じ <laughs> 時代ですよ、本当に。あだからまあ結論的に言えば、もう紙とかデジタルとか言ってる場合じゃねえみたいな感じ。ああ、そうですね。<laughs> 言ってる場合じゃねえっていう、ね。<laughs> 本当に本当に。はい。えっ、ー、と、そうですね。あの、まあ、時間が来ましたの、ね、で、あの、えーと、ちょっと、まあ、もともとね、あの、結論を出すっていうものではないっていうのを最初にお話しした通りですけども、ぜひですね、まあ、何か、そうか、ちょっとやってみようかなとか、うん、デジタル使ってる方は、ちょっと手書き意識してみようかなっていうのも大事だと思いますし、はいはい。いや 文字を、ね、画面で見るなんてっていう方は、まあ、Kindle とかね他にもいろんな媒体はあるので無料のものもあるのでちょっと試していただければいいかなというふうに話してて思いました、はい、では最後に白黒先生から感想をいただいて終わりにしたいと思いますはいえー、とまあデジタルか紙かってこれは難しい選択なんですけどもやっぱり両方使えるようになっているっていうことがもうこれからの時代は前提になってくると思うので、うん うんだまあ、まずは武器を手に入れようっていうところをね、うん、あの子どもたちにも教えていきたいし、自分も実践していきたいなというふうに改めて思いました。はいえー、ありがとうございました。ではですね、今回の動画、これで終わりにします。えー、ぜひ、動画、高評価、いいねボタンを押していただくと励みになりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございましたありがとうございました。